小焼経路です。今緊急でカメラを回しております。小焼経路緊急、はい、緊急の経です。あ、なるほどなるほど。大体 YouTuber が緊急で動画を回しておりますというのが緊急でございます。あー、そうなの。僕も沖縄から帰ってきてからゆっくりカメラを回しております。あ、ゆっくり回してますね。今日の企画はですね、ちょっと早くみんなに届けたいなと思う企画でございまして、本来予定したものを差し替えてお届けしております。はい。本来昨日はね、一発目の復帰動画ということで小焼と仲良くね、あの沖縄会を撮ったわけですけども、はい、その次にどうしても差し込まなきゃいけない事案が出てきました。それがですね、うん、こちらのニュース、人気 YouTuber 事務所ウームが身売り表明、5月には上場以来初の赤字に転落、ということで、あの天下のウーム様がですね、なんか赤字になったということで、やばいっすね。いやこれ相当やばいんじゃないですか、うん、まあなるべくしてなった部分もあるのかもしれないし、いろんな批評見ましたから、うんうん、それ見たら、あ、なるほどなという納得できる理由もあるんですけども、どっか僕たちの中でヒカキンさんとかウームっていうのはなんか憧れの存在というか、まあ例えばそのレーベルだったら ABX とかソニーとか、はいはいはい、にでもそういうなんか大手のなんか輝かしい夢のある場所みたいなところあるじゃないですか、うん、お笑いやってたら吉本とか松竹とか、そうですね、 YouTube だってウームってどっか憧れの部分があったわけですけども、そこがやっぱ赤字になってしまうっていうのは YouTuber 全体の士気が下がるというか、確かにブランド価値がちょっと下がっちゃうなっていう風に、まあ、思っちゃうんですよね、うんうんうん、人気 YouTuber 事務所ウームが2023年5月期は上場以来初の赤字に転落し、広告関連事業を手掛けるフリークアウトホールディングスへの身売りを8月表明しました。動画再生に応じた広告収入が減っており、経営立て直しが焦点となる。業績悪化の原因は最大60秒と再生時間の短い YouTube のショート動画の人気の高まり、うん、ショート動画は広告単価が安く通常動画の減収を補えなかったと思われます。動画投稿アプリ TikTok などと競争も激化しており、23年5月期の連結純損益の赤字は10億円に達した、とのことなんですけども、なるほど。そもそも YouTuber っていう仕事は、うん、小学生のね憧れの職業ランキングで1位とかに選ばれましたけど、そうでしたね。今なんと公務員らしいんですよね。リアルですね。そこまで公務員がのし上がってきたということ、はいはいはい、逆に公務員ってすごい手堅いとか堅実的なイメージもあります、うん、で YouTuber って夢を追いかけてるイメージですよね、うん、だから夢を追う選択肢から現実を取るような選択肢になったということで、うん、子供たちから夢が奪われた瞬間の事実でもあるんじゃないかなと僕は思ってるんです。いや確かにな、うん、今それでもまあ YouTuber 8位とかにいるのかな、うんうんうん、まだそのトップ10にはいたはずなんですよ、はい、だまだまだその YouTuber になりたい人は多いと思うんだけども、うん、確実に数年前とはもう様子が違うということで、はいはいはい、でですねやっぱり YouTube 稼げなくなっているっていう動画を結構いろんなところでまあ目にするんですけど、うんうんうん、登録者数175万人の YouTuber ラファエルさんも今年2月の収益が激減したということで、家賃140万円の住まいから転居や従業員のリストラを実行したことを告白、うんうん、登録者33万人のヘライザー総統さんは過去最高の再生回数を叩き出しているのに、収益は3ヶ月前と比べ3分の1以上も減っていますという、これは僕たちも人事じゃないし結構心配の声もいただきま す, す、ね、去年もですねこういうニュースがたびたびあったときちゃんと説明の動画を僕撮ってるんですけども、うん、まあ、僕たちのねチャンネルは幸いなことで大丈夫ですと言ったものの、うん、小焼きスタジオはねちょっと下がってる気がする。あ、そうなんですか。下がってる気がするとか下がってますね。これは実際になるほど再生回数は実は下がってないんですよ、うんうん、が収益自体はですねさすがにちょっと減っている、これはもう事実なんですよね。逆にね小焼きチャンネルはね下がってないんですよ。なるほど。これはね何なんだろうって、まあ、要因とかはめちゃくちゃあると思うんですけど、ちょっと小焼きスタジオって、まあ、都市伝説を扱ってるわけだけども、ちょっと触れちゃいけない部分にも触れすぎたのかもしれないと。なるほど。そういったものが動画消されちゃったり、チャンネルバンにはなってませんけども広告がつかなかったりすることも多々あったので、まあ、そういうのが要因してちょっと水準を下げているというのが伺えますね。ほんと小屋ちゃんは安定してるんですよね。なるほど。小焼きスタジオっていうのは都市伝説のチャンネルなんで、どうしてもそういう風に人の見え方によってはちょっと陰謀論に見えてしまったりとかっていうこともあるんで、まあ分からなくもないんですけども、僕たちは本当に真実を知りたくてやってるのはそういう目的ではなくて、エンタメとして楽しいかどうかちょっと考えるきっかけになればいいって思うライトな気持ちでやってるチャンネルなので、あんまりそこが下げられるのはちょっと目的には不本意だなっていう気持ちはあります。なるほど。はい。ちなみに妙は小屋ちゃんも小屋さんもまあ見てたりもすると思うんですけども、はい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 、見てる側からしたら別に変わってないと思うんですよ。変わってないですね。で別に面白さとかクオリティって下がってると思わないですよね、うん、よその YouTuber も同じなんですよ、うんうん、でもやっぱり単価が下がってるから収入が下がる、
収入が下がるということは企画にお金を使えなくなるからクオリティが下がるという悪循環の負のスパイラルが発生するんですよ、うん、僕たち幸いなことにスタジオの中で完結する YouTuber って言ったらもう原稿を用意してそれを読みながら東亜くんの面白おかしく喋って終わる、まあ、1日最高で16本撮影したこともありますっていうふうに雨風とか天候とかいろんなことに左右されない企画にお金がかからない YouTuber なのでもう何度もやってきてますけど今までお金を使うこと派手な企画をすることで伸ばしてきたような人たちっていうのはここで一気に死んでしまうと思うんですよね。だって収入がなかったら企画費に使えないんで。そうですね。そうっていうのがですね、僕はすごくきついかなと思うんですよね。だからこれからの時代ね、YouTuber がやっていけることがすごい難しいテーマなんですけども、僕からのアドバイスとしては、そうだな、まあ。長尺の動画が流行るような YouTuber を目指すといいと思います。なるほど。今時代ってショートなんですよね、はい、これねまた記事を読むんですけども、はいはい、YouTube ショートにも収益分配が始まったんですよ。なるほど。はい、ショートっていうのは60秒未満で、ね、短い縦型の動画だったりするわけですけども、うんうん、単価がこれもちろん、まあ、20分とかの僕たち動画作ってますけども低いんですよ。それよりもね。なるほど。はい、通常よりも安いんだけどもみんなクリエイターを参入するんですよ、うん、まあ先日ねに話題になりましたワンビさんチャンネルの中の人だと明かしてスパイダーメンは日本最速で1000万人の登録者の YouTuber になりましたが、そんなスパイダーメンはですねショート動画がメインなんですね。なるほど。確かにそうですね、うん、まあ、ショート動画の強み何があるのってわからない方のために説明すると、うん、動画尺が短いから視聴者が最後まで気楽に視聴できる。なるほど。確かに最後まで見ますね。はい、シンプルに動画作成者の工数が通常動画に比べて少なくできる。なるほど。確かにそれもメリットですね。そう、これ、ね、本当 YouTube のね裏側みたいなのをまあいろんな人が挙げてる見てほしいんですけども、大体1分作るのに1時間編集でかかったりするんですよ。だから20分の動画を作ったら変なし15時間から20時間ぐらいかかったりするんですよね。それぐらい苦労して1本の動画っていうのは出来上がるんですけども、やっぱショートっていうのはそれだけ早くできちゃうし、スマホだけでも動画が完結するから比較的なんか労力が少なくて済むのもメリットの一つなんですよね。ちなみに週刊都市伝説ニュースでも取り上げたんですけども、はい、時事系 YouTuber のガグルさん、うん、はショートだけで月200万円の収益を出していましたね。バンビさんがヒカルくんの YouTube に出た時に、将来的にはショートだけでランボルギーニぐらいはいける、海外で人気を博しているクリエイターの純也さんについて年で億はいくらしいですとも話していたので、収益が少ないとはゆえショート動画を極める価値はまああるんじゃないかとは思うというふうに分析なんですけど、これ読んどう思う？いや確かにね、ショート動画で一気にこう名前が売れていく人ってもう今年いっぱい見てきましたから。そうやけどもね、俺ね、頭のいい人ほど今ショートしてない気もすんだよな。そうなんですか。うん、別に僕自分が頭いいとか思わないですけど、自分はあんまりこうショートに参入しようと思わないんですよね。確かに全然してないですね。てかモロハの剣でショートって、はい、なんだろう、マス向けな動画を作るとやっぱバズりやすかったり閲覧が回るんで、いろんな人に拡散されやすいメリットはあるんだろうけど、単価が安いからもうめちゃくちゃ広告費として割り切らないといけない部分があると思ってるんですよね。なるほど。でショートで見た視聴者がファンになってもショートのサイズで好きになってくれてるんで、結局登録に繋がらなかったりとか、うん、長尺の動画を見るに耐えない人たちばっかりが集まっちゃっても逆に通常回の視聴維持率を下げる結果になる。なるほど。でそう思うと普段20分の動画を普段の視聴者は見れるんだけども、ショートから入ってきた人は20分もあるのなるってすぐ視聴やめたら逆に動画の評価が下がるのね。なるほどね。釣り動画かなとか中身がその伴ってない動画かなっていう風に Google や AI に判断されておすすめされなくなっていくの。そうなるとショートでたくさん登録者を集める人って自分の首を絞めてんのと同じなんよな、俺からしたらな、うん、特にその長尺の動画で成功してる人ほどそういう罠に陥りやすいと思う。だからここは冷静にこうなんだろう、マーケッターというかその経営者というかそういう目線で考えると、ショートに参入した方が目先の小銭は稼げたりとか登録者は稼げるんだな。でもその人のイメージがそれでついちゃうと後々帰れなくなるっていう、まあ、デメリットがある。逆に言えば都市伝説みたいな、その例えば60秒以内に分かりやすく説明する動画には需要があると思うし、そこからもっと長いの見たいっていうのはあると思うんだけども、これもまた面白いもので、ショートっていうのは結構若者中心に広がっちゃってるから、僕たちの視聴者層ってちょっと Z 世代にちょっと上だったりもするから、すぐにこのバズりにくいというか拡散されにくい現状があるわけ。なるほど。そうだから時代がもう少しショートという
というものが中高年だったりとか、もうちょっと年齢層が上がれば僕たちが参入する価値はそこから出る。なるほどね。と思ってるんですよね。はいはいはい。でそれまではショートをやらなきゃ伸びないみたいなことで群れに参入する必要がないと思っちゃってるんですね。おー。あえてそのなんだろうな、見たい長さの視聴者の属性が違う人たちが混ざり合う方が実は広告単価って下がったりもするんで。そうなんですか。うん、ここで慌ててなんだろうな、ショートに行くっていうのはすごく僕はあんま好きじゃないっていうことがあるから、弊社としてあんまりショートに力を入れておりません。まあなるほど、うん、元からロングの主戦場の人はあんまりショートに行かない方がいいのかもしれないですね。でしかもなんか自分たちの魅力ってやっぱ親くんとの掛け合いだったりとか、はいはい、ロングとのこういう掛け合いだったりとかと思ってるから、うん、1分の中ではなかなかこのテンポ感でなんか倍速とかであればそれいいんやけども、はい、このなんかゆっくりしてゆったりした間が好きなんで。確かに向いてないと思うんだよな。なるほどね。そう、まあ人気だって YouTuber がどん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 オワコン化していくなんてことはまあ毎年あることですけど、軒、はいはい、並みやっぱ最近再生数みんな落ちてるね。なんかそうみたいですね、うん、まあ、その中の問題の一つがまず登録者が減っていくということです、ね、はいはい。これに関して大きく言えるのは視聴者の成長、これも僕前持論で言ったと思うけども、はいはい、やっぱり若い子向きのその YouTube っていうのは視聴者も成長するから、例えばその中学生が見るアニメと高校生が見るアニメも違うだろうし、高校生が見るアニメ、大学生見るアニメちょっとずつやっぱ変化するじゃないですか、はいはい、昔はこれが好きだったけど今思ってみたらすごいなんか子供っぽいな、うん、例えば大人になってからあんまりアンパンマン見てる人いないと思うんですけども、子供の時はそれ夢中で見てたわけじゃないですか。っていうように心の成長とかいろんな経験を得て自分自身が成長すると、今まで面白いと思って見てたものが面白くなくなる瞬間がやっぱあるわけですよね。でそう思った時にやっぱり人に対してちゃんとファンがついてる人はその成長とともに上がっていけるんやけども、そのコンテンツで集めてしまってる人っていうのはやっぱりそこで、ダウンしちゃううと思うんですよね、うん、でそう思うとやっぱアイドルが例えばその公演になった時にそこまでファンがついてるかって言ったらやっぱそうじゃないじゃないですか、うん、今の若い子向きのエンターテインメントってやっぱ顔とか、まあ、ビジュアルがあったりとかそういうのを伴って人気が出てるものだから、それはやっぱ成長とともに自分とのギャップが生まれてしまうとどっかで卒業してしまうんだろうなっていうのが分かりやすく見えちゃうんですね、うん、なので僕たちは都市伝説っていうものに固執してるのは、子供でも大人でもやっぱ都市伝説っていつでも楽しめるから、うん、僕は一生なくならないコンテンツだと思ってるんでこれを選んでるっていうのもまあありますよね、うんうんうん、であとやっぱり大きなその登録者が減ってしまう理由の一つに、まあ、炎上もあるわな。はいはい、最近もありますね、たくさん炎上、めちゃくちゃ上げ足取り多いな。多いっす ねなんか登録者が増えたらなんかあら探さなって思うか知らんけど、はい、あんま良くないよね、そういうのね。そういうのでもやっぱ一時こう離れちゃうっていうことがあるので困るよね、はい、うん、まあ、この辺はねちょっと気をつけながら進めないといけないと思ってるんですけども、うんうん、なかなかその事務所に所属していないクリエイターも多いんで、はいはい、身の守り方っていうのが分かってない人もねたくさんいらっしゃると思いますし、うん、どうなんだろうね、炎上によって注目を集めて登録者を伸ばす人もいるから、はいはい、炎上系ってやつですね。そう、うまく付き合えたらいいんでしょうけども、うん、炎上で伸ばした人っていうのは結局その後がないんですよね。そうですね、うん、その YouTube 界隈のインフルエンサーが確かに数字であるように見えるんだけど、じゃあ YouTube がなくなる、まあ、なくなることは考えられないんやけどね、案件取ってきにくいとか、はい、その人付けをしにくいみたいなのが、はい、僕ね、とあるね、そのサラス系というか暴露系というか物申す系の YouTuber さんの間接的に知り合いなんですよ。はい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 。でその人ってあのすごい性格いいんですよね、実は裏では。へえ。でその人って、まあ、ご飯とかおごってくれたりとかいろんな情報を共有し合ったりとかっていう、まあ、すごい人間味ある優しいお兄さんみたいな人なんですけども、うんうんうん、あえて事務所から止められてるからとか、プライベートで仲良くできるけどコラボできませんって結構言われちゃうらしいんですよね。へえ。やっぱそういうイメージを大事にする人、イメージを大事にしてる人が再生数が落ちたとしても企業案件でその分穴埋めできたりしてるんで、そこに影響しちゃうんでちょっとごめんなさいって断られるらしいんですよね。へえ。炎上で伸ばせる人っていうのはこれもショートと同じモロハの続けともね、うん、一時の登録者であったりとか再生数では稼げるんだけども、一生それ続けられないよってやっぱ思っちゃうね。やっぱ恨みつらみを買うジャンルになっちゃうから、まああんまり人が喜ばない内容で数字を稼いじゃう人はどこかでは終わっちゃうから、うん、それでもね、なんか針の穴を糸を通すように難しいちっちゃいところを狙っていかなきゃいけない部分もあるんだけども、うん、まあ、YouTube はでもまだ可能性はすごいあるなと思ってます、うんうん、じゃあぶっちゃけ新規さんには厳しいのっていうテーマについて話していくんだけど、はいはいはい、これで、ね、グラフをちょっと見てほしいんですよ、はい、これ1日にどれぐらい YouTube に費やす時間があるのっていうグラフらしいんだけども、はいはいはい、やっぱ30分未満が多い、半数を占めてるんでね、うんうん、24時間のうち
30分って俺らはもう職業からむっちゃ見てるけど、はいはい、30分って意外と短いんだよね。なるほどなるほど。そう、1時間が 20.75%、 1,2 時間が 13%、 2,3 時間が 7.25%、 3時間以上が 7.75% ということで、うんうん、まだまだ1日で YouTube に費やしてる時間っていうのは決して多くないわけですよね、うんうんうん、だそんな中でまだまだ衰えない YouTuber はたくさん上の方にいますし、芸能人やテレビ業界からも続々と参入してるじゃないですか。確かに、エンタメのプロたちがどういった言い方なんですか、はい、お笑い芸人だと霜降りチューブ、はいはい、面白いですね、はい、かまいたちチャンネル、はい、松彦の YouTube 大学、はいはい、この辺を鉄板鉄板ですね。例えばジャニーズからはジャニーのチャンネル4番に、ストーンズのね公式チャンネルもあって、 MV 以外にもアーティスト活動以外にもその60万が100万再生ぐらいアベレージで出してるんで、へーすごすごいよね、うんうんうん、テレビ業界からはね僕もミョンも好きな佐久間さんの、はい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 、はい、チャンネルが138万人ということで、すごー、佐久間さんのチャンネル岡田斗司夫さんが言っててすごい納得できたのは、うんうん、テレビの業界とアマチュアの YouTube の間にあるチャンネル、いやそうですね、これめっちゃよくできていて、テレビで規制してできない部分を YouTube でやる、 YouTuber が素人ができない部分をプロがやるっていうこの間を取れてるのはものすごい需要あるよな。そうですね、だってちょっと前のテレビってめっちゃ面白かったって言うやんか、うん、昭和のテレビの方やれてることがめちゃくちゃ面白いみたいな、そこのことを今できてるっていうのはテレビができなくなるっていう規制を逆に逆手に利用してるんで、うん、すごいことだと思うよ。これできちゃう、すごいですね、しかもこれ内部の人ができちゃうっていうのがね、テレビの業界を敵に回しかねないようなことをやっちゃってるの俺はすごいと思ってるよね。それでもテレビもねバンバン仕事来ますからね。それもすごいよね、うん、ということなんで、まあ、需要っていうのはどこに落ちてるかわからないと思うんで、はいはいはい、まだまだ僕たちが気づいてない需要っていうのをキャッチさえできたら、はい、割かし今お勤めでいる年収以上分ぐらい稼げちゃうかもしれない。なるほど。あくまでも今落ちてきているというのは、うんうん、いいところを知りすぎた人たちからの目線なんだよな、うんうんうん、だから普通に今から目指していく人たちとっては変わらへんから、うん、逆に僕チャンスが大きいと思うんですよ、うんうん、逆になんか YouTuber のライバルも少なかった YouTuber がすごい勢いあった時代にいい思いをしちゃってそこの生活を固定しちゃってる人たちは下げるのすごい大変なんだよ。大変そう、うん、だからその派手な暮らしを見せて YouTube の再生数を取ってた、うん、で今から駆け上がっていく人たちは自分の身の丈に合ったことの中で見せていけばいいわけでしょ、はいはい、なんで逆にこの人たちもチャンスが大きい。なるほど。そうだから僕は絶対やってみるべきというか目指すべきだと思って、その確固たるね、YouTuber グループは中学生 YouTuber のちょんまげ小僧です。ああはいはいはい、日本も一生ひき肉ですって、ひき肉ですって言ってますもんね、めっちゃ可愛いよな。可愛い。そう、可愛い以外にもさ、ほんま微笑ましで面白いのあるけど、やっぱり編集スキルも高いね。うん、でしかも僕もやっぱりお笑いに大好きなんでバラエティ番組参考にいろんな編集や演出を考えるんだけども、はいはいはい、編集を担当してるナマズくんは月曜から夜更かしの編集を参考にしてるということなんで、へえ、しっかり参考にしてるんだ。大体こういう時って憧れの YouTuber の編集を参考にするんですよ、うんうん、でもちゃんとテレビから学んでるっていうのは偉いと思うんですね。確かに。それだけ参入が多くてもいいものは評価されるんで、ちゃんと。なるほど、ね、だからチャンスはあるよ全員に、はいはい、っていう風な、感想でございました、うんうん、ちょっと長く語りましたけどいかがでしたでしょうか。いやー確かにちょっと今後の YouTube どうなるか気になってはいたんで、うん、じゃあこれから始める方も、まあ、身の丈に合った地道な努力をしてたら花開くかもってことですね。はい、そうです。でこれちょっと一つお知らせがございます。はい、なんと小焼 Vlog は順調に再生数を下げておりますので、ああああ、それを回復させるために今月はバリッと起こします。お、まあ、毎日投稿したいなという目標ではございます。目標、はい、でもその1週間休んだ間にミョンたちが出てくれたんやけど、はい、再生数が上がった。そんなこと言わないでよ。面白かったけどね、動画ね。ありがとうございます。でもやっぱりなんかこうやって Vlog なんで、はい、僕は出ないといけないと思うんで、はい、じゃあそれを回復させるためにも言うたらもう休みすぎたからフラストレーションめっちゃ溜まってるよね。なるほど。だからちょっと動画をちょっと力入れてやっていきたいんで、ぜひ皆さんね、どんな企画が見たい、もう一回ちょっとアンケート取らせてください。どんな企画が見たいか、毎日投稿に向けての励ましのコメントなどぜひ書いてください、お願いします。そしてまだチャンネル登録されてない方、これからですねもう少し企画を練って都市伝説的なものも、ね、増やしますし、僕らプライベートなことパーソナル部分が伝わるような企画もたくさんやっていきますので、ぜひ応援してもいいよって方はぜひチャンネル登録をよろしくお願いします。そしたら今日も長い動画でしたけど最後までご視聴いただきありがとうございます。小焼きです。ひき肉最後手ぶつけちゃったありがとうございました。